皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もファンワイルやっていきましょう。今日の動画はですね、 UTOTS 交換おすすめランキングウィーク3をやっていこうと思います。まあ、前回前々回の動画見てくれた方わかると思うんですけど、 UTOTS で交換できる今回はセリエ A の5選手ですね、そちらをランキング付けしていこうと思います。今回もね、強い選手が目白押しなんで、ぜひねランキングなんか予想しながら見ていただけると嬉しいです。そしたら早速5位の発表からいきましょう。はい、まず5位の選手がこちら、テオ・エルナンデス選手ですね。 OVR が110と、逆足が3、能力がこんな感じですね。瞬発、ダッシュスピード高いですね、サイドバックなん で決定力もそこそこありますね。で、あとはパスの数値、クロスの数値高いですね。あとはサイドバックなんで、マーキングだったりスライディングタックル、まあ、あとヘディングなんかも高いですね。で、スキルブーストが反応力と、反応力、状況判断、スライディングタックル、クロス、ドリブルが上がるといった感じですね。まあ、能力自体はそんなに悪くないですね。身長184センチ、活動量がアタック、コー、ディフェンスが中と。で、個人技がヒールトゥーヒール、特性がアボイドウィーカーフットとアーリークロスと。まあ、このアーリークロスに関しては非常にいいと思います。で、この選手ね、サイドバックの選手なんですけど、カンセロ選手が今回来てるんで、前回か。前々回かな。あっちがやっぱ強いんで、めちゃくちゃそのスキルブーストが。なんで、この選手よりはね、正直あっちの方を交換するべきだと思うので、今回はね、5位にしていきました。もちろん能力に関してもね、全然強いと思うので、ミラン好きな方とかはね、ぜひね、取って使ってみてください。そしたら続いて4位の発表です。4位の選手がこちら。デフライ選手ですね。OVR110、逆足が4と、能力、瞬発ダッシュスピードが152、149と、高いですね。あとは、マーキング、スライディングタックル、タックル、ヘディングジャンプなんかが、高くなってますね。で、このスキルブーストのディフェンスめちゃくちゃ良くて、上がる能力がスライディングタックル、ヘディング、バランス、マーキング、ロングパスと。これめちゃくちゃいいですね。マーキングも200近くいくんで、強化入れれば強い。で、身長189センチで活動量アタック中、ディフェンスがコート。で、特性がロングパス、パワーヘッダー、アクロバティッククリアと。うん、特性もめちゃくちゃいいですね。で、やっぱセンターバックね、同じだとルーベン・ディアスが来てるんですけど、まあ、ルーベンと比べるとこのダッシュスピード、瞬発力がちょっと違うんですけど、他の能力、全然負けてないんで、ちょっとルーベン高いとか思う方はこちら取ってもね、全然使えると思うので、なんならこのスキルブーストね、入れたらワンチャンこっちの方が強い説もあるんで、うん、上がる能力めっちゃいいですね。これヘディングとかも上がるんで、空中戦でもやれますし、この選手もね、ちょっと使ってみたい選手の一人ではあるんで、ぜひね、皆さん取って使ってみてください。そしたら続いて3位の発表です。3位の選手がこちら、ルカク選手ですね。 OVR112、 逆足が4と、能力こんな感じですね。瞬発168、スピード171と、でシュートパワー、決定力高い、ポジショニングもいいですね。ドリブル、ボールコントロール、これも高いですね。まあ、あとヘディング、ジャンプ、パワー、まあ、ルカクといったらパワーなんで、これも高い。で、スキルブースト、オフェンスなんで、ボールコントロール、決定力、ダッシュスピード、反応力、ボレーシュートと、決定力も200いくし、スピードも、まあ、200いくし、これめちゃくちゃ強いですね。で、気になるところが1個あって、この敏捷性136、これがちょっと気になるところで、あんま素晴らしっこい感じはまあしないんで、体格からもそうですけど、ちょっとここが気になる点かなと思います。で、身長191センチ、活動量が両方中と、特性がスピードドリブラー、パワーヘッダーとなっております。特性もね、シュート系の特性が1個欲しかったなといった感じで、で、アタック活動量、ディフェンス活動量ともに中なので、まあ、これどうなんだろうな、そんな関係あんのかな。まあまあ、身長も高いんで、ヘディングとかも強いと。まあ、個人技やっぱヒールとヒールなんで、足元の技術っていうかはもうゴリゴリ、前ボンって走ってみたいな感じになると思います。やっぱルカクも相手にいてかなり嫌な選手だと思うので、ぜひ取って使ってみてください。そしたら続いて第2位の発表です。2位の選手がこちら。インシネ選手ですね。OVR111 の逆足が4と。能力こんな感じですね。瞬発174、スピードが167と高い。決定力、シュートパワーが150後半。あとドリブルがやっぱ高いですね。169、ボルコン172と。で、バランスが164。うん、強いですね。で、スキルブーストがスピードなんで、ダッシュスピード、ボールコントロール、敏捷性、ポジショニング、ドリブルと。で、ウィングですけど、サイドとかにも置けるんで、サイドに置いてもね、スキルブーストを発動するんで、はい、これはかなりね、強いと思います。で、身長がね、163センチ。ここだけちょっと気になるところですね。活動量がアタック、こう、ディフェンスが中と。個人技ルーレット、特性がフィネスシュート、ロングシュートテイカー、スピードドリブラー、アウトサイドシュートと。特性は神。このフィネスシュートもアウトサイドシュートを持ってるんで、シュート系も問題ないと。これね、かなり強いと思います。今、ソン・フンミン使ってるんですけど、この選手も正直ね、欲しい。やっぱ身長だけちょっと気になるんで、なんていうか、用意ドンになって、ディフェンスせた時に、どうなるかというのが気になるところなんですけど、能力も高いんで、こんだけ。スピードもあるし。
で、臨床性もね、200近くいくんで強化使えば、そこもね、めちゃくちゃ強い点だと思います。結構ドリブル好きな方とかはね、この選手取って使ってみるといいと思います。そしたら最後に1位の発表です。1位の選手がこちら。1位がこちら、ロナウド選手ですね。大振りあり112の逆足が4と。能力こんな感じですね。瞬発176、ダッシュスピード174と。で、決定力179、シュートパワー179。全部170超えとるやん。ロングシュート、ポジショニング。ボールコントロール、ドリブルも高いですね。反応力もある。で、ヘディングも、170あって、ジャンプ162。やばすぎるな、これ。で、決定力がスキルブーストなんで、決定力、シュートパワー、ポジショニング、ジャンプ、ドリブルが上がりますね。ジャンプ上がるのやばいな、これ。ジャンプもだって、20上がるから182で強化入れたら、まあ、200近くいくんで、これもめっちゃ強いな。身長187センチで、活動量に関してはアタックがこう、ディフェンスが低いとなってますね。個人技レインボー。で、特性がパワフルフリーキック、フレア、ロングシュート低下、スピードドリブラー、アウトサイドシュートとなっております。特性に関してはね、文句なしですね。強いですね、これも。ほんとね、その、白レジェの、今、ロナウドとかと比べても、圧倒的にこっちの方が強いんで、ST で。空中戦もめちゃくちゃ強いと思うんで、クロスからもバンバン点取れると思いますし、もちろん足元ドリブル上がるんで、これ。スキルブーストで。ドリブルもできると。ぜひね、取って使ってみてください。はい、ということで今回は UTOTS おすすめ交換ランキング Week 3をお話ししていきました。やばいですね、どの選手も、1位から5位つけたんですけど、5位のエルナンデス選手も全然強い、もちろん4位のデフライ選手も強いですし、そのスタメンとかに入るレベルの選手なんで、正直ね、どれ取ってもいいと思います。まあ、その自分がね、今使ってるチームの穴となってるところの選手を取るのが一番いいと思います。やっぱ気になるのはこの1位のロナウド選手とインシーネ選手の使用感がすごく気になります。インシーネ取りたいんですよね、正直言うと。まあ、市場とかトークン使って取って、今後ね、使用感の動画なんかも出していけたらなと思っております。前回のね、ホーランド選手の使用感動画も結構皆さん見ていただいてくれてすごくありがたいです。またああいう風にね、出していけたらなと思っております。最後、来週ね、リーグワンということでムバッペ選手が登場するので、そちらもね、すごく楽しみです。本当にね、課金が止まらないこのゲーム、マジで。皆さんもね、まあ UTOTA 選手取って使ってみてください。今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。